よ。本物か。うろたえるなバカどもが。あったりだ。よく考える。撃墜王は300年も前の英雄だぞ。人間がそんなに生きていられるわけないだろうが。いやでも、そうだ総長の言う通りだ。生きてるわけがない。ふざけやがって。叩きのめしてやる。ひなちゃん目つぶって。えいいから。何が起きた。どこだ。何をした。そう。なんだ。やつはどこへ行った。どこだ。卑怯者め出てこい。総長。どうした。僕はただ歩いただけなのに。さあ返してもらおう。彼女から奪ったカウントを。彼女は母親を信じて歩いた5年間を。なんじゃありゃ。暴れてるんですよ、伝説の撃墜王が。よくもこの私に。殺すだけでは生ぬるい。細切れに切り刻んでくれる。おのれ。なぜだ。私は選ばれし男。我が剣を避けることなどあるはずがない。ありえん。我が剣はこのイリニス最速だ。遅い。見切られている。身の丈ほどもある大太刀を振るい、左手にマイナス999ものカウントを持つ伝説の撃墜王。その脚力は重地を超え、誰の目にも止まらぬ動きで敵を斬る。ついた通り名は戦撃の撃墜王。なんて速さだ。でもカウントがマイナス999なんじゃろ。マイナスってことは弱ちいやつなんじゃろうね。あれはですね、女に振られた数。あれ、目開けちゃった。ごめんなさい。ううん、いいよ。あの、私、空に。なんで。ごめんね、怖くない。ちょっと、あ、いえ、信じられないです。人が空を飛べるなんて。そう、かもね。すごいです。やっぱりリヒトさんがずっと探していた撃墜王さんだったんです。さあちゃちゃっと片付けて君のカウントを取り返さないと。リヒトさん。あのお腹空いてるんですよね。
え、お腹？ああ、うん。でしたら帰ったら私ご飯ごちそうしますから。だから大丈夫、君のカウントは必ず取り返す。違うんです。え？カウントじゃなくて怪我しないで、お願い。怪我してるのは君の方じゃないか。私は無茶しないで、ご飯必ずごちそうしますから。ひなちゃん、わかったよ。僕は怪我しない。君のカウントを取り戻し、帰って君と一緒にご飯を食べる約束だ。どうする？やめてほしい？やめて。よかったね、ひなちゃん。どう？怪我してないよ。ほら、腕もブンブン回せちゃう。はい。ひな、伝説の撃墜王を探しなさい。はい。やっと